サルタ州の地層創助学は地質学のうち地層のできた順序を研究する分野のことである。創意学とも言う。創助とは文字通り地層の順序である。地層は本来地層累重の法則に従って下から順に重なっていくものであるが長い年月のうちに表面が植生に覆われて断片的にしか観察できなくなったり、 さらに地層そのものが変形したり断片化したり一部が失われたりするのでできたままの地層をすべて見ることは難しい。そこで断片的な情報から元の地層の重なりを復元するのが創助学である。地層の進級関係、また復元された地層の重なりのいずれも相除という米国南西部の地層と対応する地質時代創除を復元するには 主に地質調査と地質図学の手法を用いる。路頭やボーリングコアで観察される地層の動程や進球、関係は、その地層の岩層や体積構造、含まれる化石等から判断し、それでもわからない場合は、四巡化石や放射年代測定により、地層の時代を求めて進球関係を判断する。この手法は、 地層同定の法則と言われ、18世紀末、ウィリアム・スミスによって、初めて用いられ、確立された。創除学は、近代地質学の中で最初に確立した分野であり、地質学の中のいろいろな分野の基礎となるものである。例えば、生物の進化を研究する場合、化石の進級関係を判定するには、化石そのもの以外の方法を根拠としなければならない。また、 断層の活動履歴を調べる場合、元々の地層の重なりが分かっていないと、いつ、どのくらい動いたのかが分からない。グランドステアケース EN、グランドステアケース右上の図の地層図に対応し、左側がブライスキャニオン、右側がグランドキャニオン。考古学研究における層除学では、地層が含む異物、異項の時間的な進級関係を中心とする。 情報を引き出す。なお、考古学では、地層よりも土層という用語が一般的に使われる。1905年、ニール・ゴードン・マンローは、横浜市三沢海塚を発掘した時に、層女の区分は、各層ごとに区別されねばならないと指摘し、日本で初めて地層類住の法則を理解し、 文章発掘を導入した学者である。ありがとうございます。